い、2022年1月10日月曜日、ドラゴンボール挑戦シルハススーパー第3弾、全身全霊の一撃、サンボックス、早速開封していきましょう。まずは外箱こんな感じです。これアタックレア3枚だね。いい感じですね。これトラック版だね。トラック版のピッコロと悟空。そして裏、これゴッドレア17号さんに、スーパーレアベジータがね、セル蹴ってるところ、開封しましょう。どんな感じか。今回サンボックスあるのでね。おー、めちゃくちゃいいね。オープン。オープン、オープン。ちょっとここ汚く切れちゃいましたね。はい、こんな感じ。ちょっとパックだけまず見ましょうか。今回ね、破壊神ビルス編と、人造人間編と、それからね、ピッコロ大魔王編って3つあるので、これかな？はい、この3種だね。この3つですね。おー、めちゃくちゃかっこいいね。でも、これが一番かっこいいかな。チェンジングレアのスーパーサイジン3悟空が一番大きく映ってる。このパックの表紙が一番かっこいいですかね。今回3ボックス60個あるので、まあ、全部コンプリートはもちろんなんですけど、ちょっとシークレットね、何枚出せるかっていうところで。それから今日はあれですよね。新成人の皆さん本当おめでとうございます。自分はね、超遠い昔のように感じますね。で、これ、ルハース開封するときはこういってね、マット、敷くといいかと思います。で、今回もまあチョコシールのね、開封後のね、専用リフィルもありますが、これ単体のね、リフィルもあるんですけど、基本的にシールを開封した後のリフィルとしては、まあ、この辺がありますと、チョコスリーブ、リフィル、12ポケシーリフィル、12ポケじゃなくて、やっぱりこの20ポケリフィルを、めちゃくちゃ愛用してます。ということで、今回もね、こちらの方にどんどん順次入れていこうかと思います。ホビーベースさんのカードアクセサリーコレクションです。右側から、パック目なんだろうね。まず、記念すべき1パック目は、こちらになります。ズーズーズー。おー、マジか。いきなり、これ今回のね、狙いなんですよ。19号と、ドリボンのね、マークになるんですよね。両方合わせると。いきなりめちゃくちゃ熱いな。相変わらずこのスーパーになってからの箔の感じがめちゃくちゃいいっすよね。さあ、まず1枚目と。はい。今回ね、シークレットがね、まさかでしたね。いやー、まずね、すいません。思いっきり予想外れましたね。僕の予想だと、一応ね、16号レア、1枚目のレアは16号でした。はい。僕のね、予想だと、赤い神ビルス来るかなと思ってたんですよね。ビルスさん背景の悟空なんか来ると思ってたんですけど、違いましたね。どこに何入れるのかとかっていうのも結構楽しみなんですよね。自分はいつもね、ラインナップ出てからね、それを考えるのが楽しいですね。さあ、来てくれるのか。シークレット、もう早速シークレット来てもいいよと。おー、1枚目のね、AR アタックレアはご飯でしたね。アルティメ、カメハメハ、かっこいいね。ちょっとこれはね、アルティメットレアは2枚目から開封していくので、このまま未開封のまま取っていきたいと思います。発売日初日の今日1月10日は、なかなかね、買えないかもしれないんですけど、まあ、順次ね、どんどん買えるようになってくると思いますので、お、セールだね。このセールはちょっとまあ、普通だね。本当に、可もなく、もう不可もなくというセールですね。はい。ドクターギルの使っていたコンピューターが戦闘の達人たちの細胞を集めて生み出した人工生命体。悟空の技も使いこなす。今度さ、新しい人造人間、ドラゴンボールスーパーヒーローめちゃくちゃ楽しみだね。はいと。でさ、前回のちょっと動画で、一応カードね、この世界に2000枚しかないというめちゃくちゃ、おー、むっめちゃくちゃいいね。今回、ドンチュースイ1枚目だね。これめっちゃ熱いよね、今回のトラックカード。トラックナンバーワン、トラックシールだね、ごめんなさい。トラックシール、ドンチュースイ。1枚目は、これでした。うわ、熱っ。めちゃくちゃいいな。これまた、ホロハクがいいよね。後ろもすごくシンプルでいいと思います。1枚目のレア、ドンチュースイ、ここでした。こっから入れると、ちょっとね、ちょっとこの辺ずれるね、後ろに。はい。まあ、1から順にこの辺、コンプリートしていきましょう。1枚目の、ドンチュースイでした。多分ね、4段5段でもね、エンディング曲使ったトラックシールっていうのは、スーパーでリニューアルされてから、まあ、定番になるんじゃないかなと、思います。お、出た定番シーン、チュッと18号さん。いや、これクリリンも好きになっちゃうよね、これ、18号さん。ちょっと余裕持ってこの辺入れておきましょうか。で、シークレットをね、ちょっと予想してたんですけど、まあ、外れましたね、思いっきり。まさかあれが来るとはね、ベジータね、今回このベジータ狙いっていう方も、なんかいるんじゃないでしょうか。うわー、いいね、めちゃくちゃいいね。スーパーにリニューアルされてからさ、レアのこの箔の感じ、この光沢な感じも全然、めちゃくちゃ変わったんだよね、Z の時代から。見えるから見にくいよね、ちょっと見にくくてすいません。一番の狙いは、なんといっても、ゴッドレアのサイヤ人集結なんですよね。まあ、あれがラインナップで登場してから、マジで熱いなと思って。さあ、8パック目が、おー、外箱の表紙にもありましたね。ドンチュースイのナンバー4でした。これさ、背景のさ、さっきのスーパーベビー、それから今回、フリーザもあると思うんだけど、この背景の方が可愛いよね。ピッコロのこのサイズ感、挑戦者フィギュアにもね、なりそうな、このサイズ感がめちゃくちゃたまんないかなと思います。ナンバー4、ドンチュースイナンバー4。実はね、このドラゴンボール挑戦シルハスって、海外にも実は進出してるんですよね。ただ、海外人気はどうかっていうと、結構いろいろ調べてみたんですけど、あんまり、あん
なさそうですね。まあめちゃめちゃ不人気っていうわけじゃないんですけど、まあ SDBH ほどのね知名度を誇ってるわけでももちろんないですし、やっぱりゲーム系がね人気なので、あのおお来た来た、あめっちゃくちゃ狙ってたこれ、マジで来た、ありがてえ。ワン、ツーがこれかな、ツーがこれだね、でスリーと、はーい、めちゃくちゃいい。これもうね即こういうのはもうローダーに入れていきましょう。エンジングではね触った感じ全然違うんだよね、熱いんだよね。あの STBH でもあのイラストが変わった、確かギャラクシーだったっけ、ギャラクシーの時に確かあったと思います。でその白カードもねかなり硬かったと思います。今回のチェンジングレアも前段同様ね、前段よりも増して、前段よりもさらに Z のね13段か確か15段あたりでチェンジングレア初めて出たんですけど、その時よりもさらにこう硬くなってますね。はい、めちゃくちゃいい。これ皆さんもぜひゲットしてみてください。ちょっとねこれ動画終わった後すぐローダー入れようと思います。さあ早くもね右側ラスト1パックなので10パック目になります。このねワンボックスで早速ねシークレット1枚ぐらい来てくれるとかなり、ありがたいんだけどね。おピッコロ大魔王編からの初めてかな、これピッコロ大魔王の、シールでした。こういうさやっぱり細かいこうイラスト、これね卵を乱してるところの大魔王さんをラインナップで入れてくれるところあたりが、支持される理由なのかなと僕は個人的には思いますね。例えばこの辺だよね、例えばこのね19号とねドリボン軍のマークができる、あこっちかごめんこっちか間違えてた、ボンミスしてたね、こっちだったね。そういうね細かいちょっと遊び心的なのがやっぱり僕はたまらなく好きですね。これからもねバンダイさん頑張って4段5段6段とね引き続きずっと発売してくれるように願ってます。じゃあ左側1パックいきましょう。これのねカーズダスのオリパーちょっと次回開封しようと思ってるんですけど、今後ろに飾ってあるのがねちょっといただき物を飾らせていただいてるんですけど、前回のね動画であの視聴者様のプレゼントで、おおアタックレア、ありがとう、1枚目アタックレアでした。アタックレアの孫悟天ね、この文字の箔がめちゃくちゃいいからこれもね定番化されないかなと思ってます。そうで、このデッキケース、このねちょっと後ろにこの今ちょっと飾ってあるこのデッキケースなんですけど、このね天下一認定証、これがねこれまさかのご提供いただいた方がご自身が優勝されてゲットしたものということで、ちょっとねもらちょっとそれをねコメント欄で見た時にマジで申し訳ないというか、ちょっと本当にもらっちゃってよかったのかなと思ってね、本当にありがたくね嬉しい。まあもちろんねこれ返すわけにはいかないというか、返すのこいただいたものをね返すのってもう全然それ気持ちをね分かってないというか、それこそ失礼だと思うので、おおやじろべめっちゃ可愛い。なのでちょっとこれはね本当にもう本当にね、もう一生もののね、デッキケースになったかなと思います。本当に改めてありがとうございます、やじろべ。僕可愛いね、めっちゃ可愛いね、めちゃくちゃ可愛い。お待ってろ、今連れてってやるからな、カリン様の元へ連れてってやるからな。今ちょっと後で順番とかを変えますね、これ順番めちゃめちゃになっちゃったんで、ちょっと順番とかは後で変えよう。さあちょっとね多分レアリティ的にチェンジングレアが今のところ一番熱いんだけど、早くちょっと SGR 来てくれないかな、ちょっと焦ってくるんだよねこの辺。おお来てくれた、最高のタイミング、ビルスさんの SGR 今回のまあ本当に最高です、最高最高。今回の SGR はもう分かってるんですよね、パックの表紙もある悟空とこのビルスさんなんで、ちょっと両方ねつなげていきましょう。このビルスさんさ、ちょっとフリーザのフリーザの時みたいにあのビルスさんをまた命がいでね、銀箔ビルスさんみたいな実は見たかったんだよね。そういうのはこの全く同じイラストでよかったから、そういうのねワンチャンちょっと期待してる自分がいましたね。はい、ドンチュースイのトラックナンバー6かな、悟空御殿ご飯の GT 編ということで、かっこいいねこれも。いやー今回のアタックではマジで素晴らしいな、ホロハク仕様にしてくれてるのがいいよね。はい、6分の6。いやー正直さ、前段からさ、今回の1月10日まで、まあ個人的なね、感覚で言うとあっという間で、起きた、これ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 を見せたかったんですよね。さあ行きます、繋げます。ちょっと待ってね。19号と20号で、レッドリボングマーク、おーいいね、二人ともさ逆を向いてるのがまたいいよね。19号が左向いてて、20号が右向いてる感じもいいよね。こうすると両、こうするとね、こうすると20世紀少年みたいな感じだね。20ポケレフィル入れるとこんな感じだね。いや、なんか早いよね。1月10日で今度またその4月のね、第また2週月曜日ってことになるのかな？早いんだよね、本当に。おー、ピッコロ、道着脱いでる。めちゃくちゃかっこいいな。全然ダブんないね、今回。ピッコロのレア。はい、ということで。これでレアが、3枚かな。レアこんな感じだね、3枚。やっぱ、あれかな、SGR とチェンジングレア出ちゃうと、もう1枚の悟空の SGR はなかなか出ないかな。おお来た来た、これ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 。これ今回無限回収したいんだよね。まずは1枚目出た。これとゴッドレアだね。だからゴッドレア、これがね、スーパーサイヤ人になる前の、まあ、気を高めてるところだね。気を高めてるところ。これがめっちゃ
ちゃくちゃいいんだよね。ちょっとどうしようこれ。ちょっととりあえずここ入れよう。とりあえずね、ここ入れました。ノーマルをこっからっていう風にやってたんだけど、ゴッドレアと一緒にここ飾りたくて、ノーマルね、上に入れました。いや、来るかな、ワンボックスで。いや、もう来なかったらマジで追加だな、今回。3ボックスあればから来るよね。おー、これが、今回初めてのゴッドレアになるかな。ジェンド人間17号のゴッドレア。残念、惜しかったな。いや、かっこいい。ドクターギルに逆らったシーンは、本当に、マジ鳥肌もんだよね。うわ、かっこいい。生みの親殺すんだからね。17号さん、道着とかめちゃくちゃかっこいいよね。初ゴッドレア。1ボックス目、ラスト2パックですね。SGR! おー、チェンジャリング2枚来たか。マジか。めちゃくちゃ熱いな、このボックス。これが確かファン投票、5月9日からのファン投票で選ばれたシーンなんだよね、これが。まずこれが、これ1枚目になるのかな、一応、貫けってことで。もう貫いたピッコロいるんだけどね、ここに。で、ピッコロどうなったのかが、これだね、ピッコロがこう、これが貫かれたと。で、最後それで、貫け、はぁ、貫け、はぁ。一応順番としてはこの順番なのかな、本当は。貫け、はぁで、ピッコロ貫かれた、貫いた後っていう、本当はこの順番なのかな。はいはいはい。さっきのでもスーパーサイヤ人3に当たるのがここのシーンなのかな、貫け派だね。まあまあまあ、このチェンジングレアの方はこれぐらいでいいでしょうってことですよね。はいはいはい、貫け派。チェンジングレア2枚出てくれたね。じゃあワンボックス目、ラストいきましょう。結構良かったね、ワンボックス。この時点でもうすごくいいかなと思います。SGR1 枚出てくれたからね。お、最後はトラックナンバー2だったね。トラックも全かぶり。ワンボックスで全かぶりなかったね。このフリーザめちゃくちゃ活かしてるよね。はい、こんな感じ。いやー、やっぱね、背景フリーザがかっこいいなー。はい、という感じで、ワンボックスで、レア1、2、3枚。トラックがね、6分の4まで集まり、ノーマルが1、2、3、4、5、6、7枚かな。はい、ということで、で、この辺のね、で、この辺のアタックレアとかも合わせて、で、20種までね、とりあえずこれで集まりました。じゃあ、早速2ボックス行きましょう。